ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。今回はパーフェクトグレードユニコーンガンダムの、フルアーマーユニットグレネードランチャーの、制作をやりたいと思います。今こちらには、グレネードランチャーのパーツを切り出してるんですけれども、墨入れもすで、に完了してます。それで、いつもだったらこの後つや消しスプレーをかけるんですけれども、今回はちょっとこの部分のパーツは、組み立ててから、つや消しスプレーをかけようと思います。明確な理由はないんですけれども、なんとなくそっちの方が今回はちょっとやりやすいかなと思うので、今回は先に組み立てようと思います。とりあえずざっくり組み立てて、こちら3つのパーツになりました。なので一応これらのパーツにこのトップコートのつや消しをかけたいと思います。でこちらつや消しスプレーが乾きましたので、ウェザリングマスターで着色したいと思います。ウェザリングマスターでの着色が完了しました。で、あとはちょこちょこっと組み立てて、グレネードランチャー完成しました。今回は多少効率も考えて、組み立て後にツヤ消しスプレーをかけて、ウェザリングマスターで着色したんですけれども、こうできた感じにはそこまで、パーツに分けて着色した時とそこまで差はないんじゃないかなと思います。で、一応このマガジンのところを引き出せるようになってますので、こんな感じで弾薬が見えてるような状態ですね。次回のフルアーマーユニットの制作はハイパーバズーカの制作をやりたいと思います。